ダイアローグラジローグ。皆さんこんにちは、日枝ねねです。皆さんこんにちは、高村彩子です。はい、ダイアログラジローグ略してログログ第46回目の配信はこの2人でお届けします。ということで第5回ぶりの、1年半ぶりらしいですね。1年半ぶりの文系ベイビーズ文部会でございます。というわけで、てかもうログログが46回なんだってことに私は結構驚いてる。だってもう、ね、あともうちょっとで50回じゃんって思って。それな、早いわ。もう1年半以上やっているっていう。そうね、だって年始から始まったから、ねえ、早いです。そう、もう早いもんね。というわけで、暦ではもう10月のね9日水曜日ですがね、涼しく、やっと涼しく、てか急に涼しくなってきましたね。え、本当に、ね、なんかちょっと前までさ、秋なのに全然暑くないみたいな。本当全然なんかさ、半袖だったのにね。そう、突然長袖ね。今日私たちもね、袖長いもんね。そう、草野さんもなんかだって着ちゃってるもん、上着。そんな感じでなんかもう季節を感じてる、けれどやっぱね、文系ベイビーズといえば私はね映画が好きで、高村は本が好きでと。そう、芸術の秋ですね。私たちの秋ですけれども、本当にどうですか、やっぱはかどりますか、秋は。関係ない。秋ははかどりますか、関係ない。あんま関係ないですね。なんで、逆になんでこのなんか秋は芸術の秋って言われてるんですか。あ、暑くないから集中できる。集中できる。まあでも暑くても室内で読むから別に集中できるんですよね。そうだ、うちらのことインドアだからね、やることって関係のやつって。まあでもスポーツの秋とかも言いますからね、まあ、確かにスポーツは確かに涼しいからやりやすいのか、じゃあ運動会とかさ、確かに要はやってたりするのかさ。文化祭とかもあるよね。 あるね。いいなー、いいなー、ダイアローグ文化祭やりたい。なんだそれ。なんだそれは。で店出して8人で。そうそう、めっちゃ大変でしょ。8人で1個出すぐらいじゃない、なんならもう8人で1個ずつ出店を出して、だったらもうなんかポニキャンでやりたくない。あ、確かに。ポニキャン文化祭とかやりたいよ。確かに、こう書く、もうあのアニメ声優部門関係なく、全部他のも愛子さんとかにも出てもらいたい。それ大丈夫かな。ポニキニョさん文化祭どうでしょうか。ポニキャン文化祭がやりましょうよ。楽しそう。楽しそうだよね。ね、私たちはね、そして週末にはもうライブハウスツアーが迫っています、はい、週末には広島に行きますから、皆さん、心の準備しておいてください。体の準備もよろしくお願いしますね。観光するぞ。観光したい。美味しいもの食べたいです。食べたい。はい、というわけで番組を進めていきたいと思います。本日のオープニングナンバーをお聞きください。ログコネーム無劇さん他からのリクエストです。ダイアローグで私たちのラプソディ。さあ私たちのラプソディ、お話の始まり。ちゃんとお出まし、のとめくらまし、くらくらとしたいし、させたいし、乗れるもんには乗っかってく精神大事です。名前も知らないスパイスみたいに、小粒でもビリッとしちゃうから、どっからどっからこっちから、ほらしっくりハーフして、せーの1,2,3で第5で否定してバトンしたって、いざ行け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 、
改めまして、ひえだねねです。坂村彩香です。はい、というわけで、はい、今日はね、この後、うん、お便りいろいろ読んできますけど、うん、私たち秋結構さ、うん、てかここからめっちゃイベントラッシュだよね。ほんと。そう、この間この間って言ってもあれだけどね、ダイアログボックスで、うんうんうん、3つもね、新しく発表がね、イベントがさありましたね、あったわけだけどさ、だからこれからさ、どんどんさ、イベントがほんと毎週のようにさ、うん、あるからさ、ファンのログっ子の皆さんも大変だなって思ってて。そうだよね、ちょっとお財布面も心配よ。そうだし、ね、こういうお便りとか書くのもさ、うん、どれ書こうみたいな、Dポストどの話題出そうみたいな、うん、できっと多分さ、そのライブとかイベント以外のことでもきっと話したいことがあるわけじゃない、うん、ね、皆さんちょっと頑張ってもらいますよね、まずまで一緒に頑張ってください。ほんと、というわけでこちらのコーナーに参りましょう。 Dポスト。はい、このコーナーでは皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。ふつおたのお時間です。じゃあ読んでいきますよ、うん、ログッコネーム三九三新さんからです。ありがとうございます。えねさん、やかんちゃん、こんばんは。こんばんは。ダイアローグ3発売おめでとうございます。ありがとう。早速鬼リピしてます。どの曲も可愛くてかっこいいのですが、うん、特にいてついて秒速からこれは訓練ではないのつなぎがめちゃめちゃ痺れました、うん。いてついて秒速は発売前からこの曲はやばいという前情報があったので聴けるのを楽しみにしていたのですが、いざ聴いてみるとやべえしか感想が出てこなかったです。わかるか、これは訓練ではないで曲が終わり、これは訓練ではないが始まるのバチバチにかっこいいですね。2曲とも、似たような曲調や速さなので最初はどこから切り替わったとびっくりしました。いつかライブでこの2曲を連続で聴けるのを楽しみに待ってますね。改めてダイアログ3発売おめでとうございます。だそうです。ありがとうございます。2曲連続は厳しいよ、体力が。きっとやるよ、うん、やりそう。田淵さんはやるって。でも体力はきびいよ。きびいけどやるよ。今までもだってあったじゃん。だってほら、何、マホロバからのみたいな、うん、あれ、うん、マホロバからのゴールだよね。あれもめちゃくちゃきついけどなんだかんだやってきてるから、まあね、やることになるのよ。みんな簡単に言うけどさ、田淵さんもきびいんだよ体力が。まあね、私たち無限大に体力があるわけじゃないんだよ。そうなん、年も重ねてますからね。ほんと。いやでも私もやっぱここはね、カンパケもらってこのね、やっぱ曲順で聞いた時にやっぱこのつなぎがね、もうバチバチにうわーって興奮したので、わかりますよ、サンキューサンシンさん、うん、だしね、これ本当にでもライブでねやったらもうえげつないぐらい会場が沸くんじゃないかと。いや絶対そうだよね。ね、セリフね、セリフね、あそこみんなさ結構かぶってるからさ、うんうん、よーく耳を澄まさないとさ全部何言ってるか分かんないんだ。確かに。そう、みんな全部取ったんだよね、8個。みんな全部取った。取ってなんかその中から1人ずつ選抜になったけど、うんうんうん、自分、私なんて言ってたっけ。私も覚えてない、ね、だから多分その推しがなんて言っているのかもちゃんと聞き耳立ててね、うん、そうだね、ちょっと覚えてもらってくださいね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ2通目いつ聞きます。ログコネームカパマキさんからいただきました。ありがとうございます。僕がダイアログ3で一番心を揺さぶられたのは流星群の向こうです、うんうんうん、タイトルからにじみ出るエモさ、アルバムの鳥になっている点、作詞作曲田淵智也、編曲広川圭一という盤石な婦人、それらを踏まえて期待値特大で聞いてみましたが、僕の想像を軽々と超えてくるくらいに素敵すぎる楽曲で、聴き終わる頃には涙腺がボロボロのぐちゃぐちゃになっていましたね。サンシャインタビューで飯塚さんがお話しされていましたが、僕らは素敵だと関連性の強い楽曲だなと僕も感じています。桜が舞ったあの頃から駆け出して春と夏と秋と冬を通り越してきたダイアローグの5年間の足跡がギュッと詰め込まれているような楽曲で、田淵さんが掲げていた一度ダイアローグの音楽を完成させるという方針の終着点のような気がする大団円的な最終楽章だなと感じました。あー、お便り書いているだけでまた涙腺が。あらあら、そうか、気づいちゃいました。流星群ってダイアローグがこれまで走り続けてきた奇跡のことだったんですね。星に願いを、できるだけ愛を、皆さんの素敵な未来に向けた旅路がこれからも幸あらんことを願って。はい、ありがとうございます。素敵なポストを、ありがとうございます。流星群、いやでも私も本当最初にデモというか仮をもらった時にすごい僕らは素敵だ、めちゃくちゃ
彷彿とさせるなとすごく思っておりました。うん、確かに。でなんか歌割りもね、ほんと僕らは素敵だと似たような感じというか、うんうん、そうだね、なんか4人で歌ってとか、そうそうそう、2人で歌ってみたいな感じでね、あれね、すごいなんかテンポ感も結構疾走感あって、うんうんうん、明るい曲かと思いきやね、うん、歌詞とかをじっくり眺めるとやっぱログッコにとってはね、そうだね、泣き要素が多いというか、まあでもなんか歌詞は前向きだけど、うん、なんかこの曲ってその曲はちょっと切なげじゃん。まあね、そのアンニュイさもいいよね、うんうん、無力だなと思いますね。ねえ、そうね、うん、春と夏と秋と冬ってね、ね、通り越してきたわけですよね。もう5年経つのか。ちなみに流星群の私意味をレコーディングの時に田淵さんに確か質問して、うんうん、なんで流星群なんですかみたいな言ったら、いやなんか五感ですねみたいな、特に意味はないみたいな。わかんない、もしかしたらちょっとカッコつけて言ったのかもしれないけど、田淵さんが、じゃあこれはカパマキさんのちょっと、ね、いや、おのおのの解釈でいいんだよ、うん、解釈ですね。わかんない、田淵さんも本当はそういう風に思ってたけど、うん、いや五感ですねって言ったのかもしれない。照れくさくてね。照れくさかったのか。はい、じゃあ続いてログッコネームベルカンプさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、やかんちゃん、こんにちは。こんにちは。いよいよライブハウスツアーチャンバワンバジャーニーが今週末の広島公演を皮切りに始まりますね。うん、自分も全通予定で、ダイアローグ初のスタンディングライブハウスツアーが楽しみで待ち遠しいです。お二人が楽しみにしていることなどぜひ教えてください。キーワードにもね、初広島なのでベルカンプさんも広島グルメも楽しみですと書いてあります。ありがとうございます。すごい、全通ありがとうよ。ありがとうございます。3公演全部来てくれるんだ。でもそういう人多分 ね、うん、いらっしゃるけど、いいよね、一緒に旅行気分でさ、そう、ご飯とかも楽しめるから、ツアーのね、遠征のいいところですけど、うん、なんか楽しみなことありますか、夜間は。楽しみなところはやっぱり美味しいものを食べたいですよ ね、まあ、そ う、 だね。うちはなんか生放送とかでもいろいろ聞かれるけどさ、ご飯のことしか言ってないよね、基本的に。食になんか結構貪欲というか、まあそう、なんかさ、なんかそのツアーのスケジュールによっては、うんうん、ご飯は食べる時間あるけど、意外と観光とかができなかったりするからね、うんうんうん、あんまりそこにちょっとね、希望をね、こう持たせられないっていうのもあるんですけど、もしなんか、うん、グルメ以外でなんかどっか行けるとしたら、うんうん、行きたいとかある、広島。でも私広島、宮島行ったことないんだよね。だから行ってみたいなとは思う、一度。私も行きたいな。あれ何神社だ、厳島神社。厳島神社もちょっと写真でしかさ、社会の教科書でしか見たことないからさ、そうそうそう、ちょっと見てみたいなってすごい思う。見てみたい ね、 ね。あとの広島何があるのかな。あ、大型の実家行きたいよね。あ、そう、大型の実家はそうだね、行けるのかな、行けるのかな。トイレはちゃんと数えてみたいんだよね。そうなんだよね、それを、そうなんだよね。だから大型はさ、すごいずっといやいやみたいに言うんだけど、うん、やっぱここら辺でそろそろ私たちが本当に実際に行って、うん、トイレの数を確認して、尾形がさ、いやそんなないからっていうのをさ、が本当にそうなのかっていうのを私たちが証明してあげないと。そうそうそう、ずっと検証しないとね、ずっとこのことで尾形はいじられ続けるから。そう、もう5年いじられてんだから、 そろそろ決着つけないと。尾形はね、招き入れなきゃいけないんですよ、自分のためにも。うんうん、なんかお母さんは招き入れてくれそうだけどね。そうだね、お母さんは入れてくれそう、本当に、ね、本当にそんな雰囲気がある、うん、ね、楽しみですね。ね、ご飯も本当に牡蠣食べたい。いや、でもライブ後にしな。ライブ後ね、ライブ後にしときな。でも生牡蠣じゃなければさ、まあ確かにね、いいわけじゃん。でも生牡蠣食べたいな。ダイアローグって牡蠣食べる人いる？眉ぐらい、夜間食べる？私食べない、ね、そうだよね。フラワーもね、尾形とかもやっぱ当たるのが怖いから食べないみたいな。そう、言ってたし、当たるの怖くて。あ、でもサッピもちょっと食べてたかな。真夏サッピ、眉は一緒に行ってくれそうな感じするけど、どうなんだろうなね。はい、そんな感じで、じゃあ一緒に広島を楽しんでいきましょうね。行きましょう。はい、今回のふつおたはここまでです。番組ではログッコの皆さんからお便りを募集しております。担当パーソナリティに聞いてみたいこと、ダイアローグの活動の感想、楽曲のリクエスト、その他何でもお待ちしております。以上 D ポストでした。ダイアローグラジローグ、ここからは番組コーナーをやっていきます。ダイアローグ×、こちらはダイアローグと掛け合わせたら面白そうなコラボアイデアを送ってもらい、妄想を膨らませていきます。
はい、はい、え、このコーナーやったことある？やかんはこれやったことある。私も一度やりましたけど、うん、なんかね、うん、すごいみんなよくいろいろ思いつくなって思うね、うん、でも企業さんからはまだ来てないんですか？それ問題ですよね。んこんなにやってきているのに、なんかログっ子にね、なんかいないかなって思ってたんですけど、その企業の重役とかさね、なんか探せばいそうだけどね。はい、じゃあいただいたアイディアに対して我々2人が採用担当となりジャッジします、うんうんうん、でもジャッジするだけ、気軽に聞いてください、うん、ではやっていきましょう。はい、はい、では、ログコネームヤブさんからいただきました。ありがとうございます。ダイアローグとのコラボですが、田淵さんも気を使っている睡眠関連のアイテムはいかがでしょうか？はいはい、私も普段アイマスクやパジャマなど気にかけているのですが、寝る直前までついスマホを触ってしまったり、うんうん、まだまだ睡眠を改善できるポイントはありそうです、うん、睡眠の質もダイアローグと一緒に高めていこう、いかがでしょうか？でも確かにパジャマとかはさ、うんうん、普段使えるものだから、うんうんうん、いいかもね。確かに、なんかダイアローグそれぞれのメンバーのコラボパジャマとか売ったらねえ、めっちゃ可愛いと思うし、ほら男性も着られるデザインでさ、うんうんうん、やってこう発色9色展開とかにしたら、うんうん、需要は高そうだよね。ね、なんかさ、ほらふふふふピケみたいなさ、ふふピケね、ジェラートフフみたいなやつね。そう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 、もう言っちゃった。でもさ、ほらうちらはさ、アパレルブランドというかもさ、うん、できたわけだからさ、そうだね、ハズカムのさ、うん、あそこででも田淵さん言えば多分ノリノリで作ってくれそうな感じするけどね。だから私たち8人と田淵さんバージョンみたいな、うん、そうね。でそれで言うとさ、結構さ遠征とかさあるからさ、うんうん、睡眠だとその何、うん、ここ首にやるやつ、うん、ネックピローだっけ、 あ、うん、あれとかもさ、なんかみんな使えそうじゃない、ね、あとアイマスクとかもいいよ ね、アイマスクもそうそう、うんうん、アイマスクだと手軽だし、うん、なんかいい感じしますけど、確かになかなかいいんじゃないでしょうかね。とてもいいと思います。はい、うん、ということで最終ジャッジです。ヤブさんのアイデアはせーの、ありでーす。これはね、これはいいと思いますよ。いいと思います。需要あると思いますよ、うん、必要だね。じゃあ続いていきます。ログッコネームタッツンコさんからです。ありがとうございます。どこにでも手軽に持ち歩けるストラップ系のグッズが個人的に好きなので、ズバリダイアローグとベアブリックのコラボグッズが欲しいです。カラバリも豊富だし、ものすごい数のキャラクターやアーティストもコラボしています。8人分のベアブリックが揃ったら絶対絶対可愛い。これね、これ私も家にありますよ。へえ、それこそ私もアメコミのキャラクター、私なんか一番くじをね最近引いた時に、うんうん、なんかこれの一番くじがあって、それぞれキャラクターを模しててみたいな、うんうんうん、家に飾ってるんだけど、これ可愛いのよ。私本当にねバリエーションがめちゃくちゃいっぱいあるから、うんうん、これいいね。これ確かにいいかも。これって簡単にコラボできるものなの？うん、どういう経緯でコラボできるものなんだろうね。アーティストさんのコラボってどんな感じなんですかね。なんか バンドとかはね、うんうん、なんかやってそうな、ロックバンドとかはやってたけど、まあでもできなくはなさそうだよね。うんうん、まあだからほんとベアブリックさんが興味を持ってくれればって感じだけど、なんかその中にこうファンの方がいらっしゃったりね、いるかな、知ってる方がいらっしゃれば、いたらね、いいんだけど ね、いいんだけど、これを聞いている方がいらっしゃればね。でもそっか、ストラップ系のグッズ、うんうん、なんかあれか、アクキーとかはあるけど、うん、こういうやつはないのか。確かにこういうのだったらさ、なんだろう、こうちょっとこうなんだろう、周りになんかオタクってバレるの嫌だなとかさ、うんうん、そういう人でもさ、ちょっとあんま分かんないじゃん、気軽につけられるね。そうそうそう、気軽につけられるし、うんうん、なんか何それかわいいみたいな感じでさ、うんうん、話がさ広がりそうじゃない。いいね。はい、じゃあ、はい、ということで最終ジャッジです。タッツンコさんのアイディアはありです。ありです。ちゃった、せーのって言ってくれなかった。ありです。ありです、ありですよ。はい、2人ともありでございました。はい、マジこれもうちょっとベアブリックさんとのコネを作って、うん、作って、私たちじゃなくてもいいんだよ、ログっ子の誰かがコネを作って、うんうんうん、ちょっと企画を持ち込んでみてほしいですね。はいはい、はいはいはい、ということで今回のコラボ案はここまでです。以上、ダイアローグ×でした。
そのフカヒレは私のです。ダイアローグ、ラジエローグ。続いてはこちら、ログっ子部活動レポ。はい、ログっ子の皆さんに勝手に部活を設立して勝手に活動報告をしてもらうコーナーです。ーこちら久しぶりなんですよね、このコーナ ー、 なんか何や久しぶりなそうなので、いろいろ届いてるんじゃないでしょうか。じゃあどんな活動報告が届いてますか。まずはログっ子ネームシンタさんからです。ありがとうございます。ログっ子温泉部in 鹿児島の活動を報告します。最近奇跡的に徒歩圏内の近所に住んでいるログッコ鹿児島組3人で温泉に出かけています。鹿児島県って実は大分県に次ぐ温泉大国で、割とどこにでも温泉があり、しかも大体がワンコインで入れるんです。温泉に入って癒されながらダイアローグについて語り合い、気づいたら数時間というのがいつもの流れです。もう足とかシワシワになってます。集まってワイワイするのも楽しいですが、温泉でのんびり語り合うのもとても楽しいです。東京から遠く離れた鹿児島でもダイアローグのおかげで集まって部活動ができています。これは余談ですが、ログッコ鹿児島組3人が近所すぎて、僕ともう一人が通勤通学中にガチ遭遇しました。そしてなぜか次の日に他の2人もガチ遭遇してました。奇跡すぎますよ。すごいね、すごい。シンタさん近所すぎるじゃん。ありがとうございます。だって鹿児島結構大きいよね、広いですよね、うん、その中で3人が近所って本当に奇跡的な巡り合わせじゃない。何、町内放送でもしてんのダイアログ。ね、すごいね。でもいいね、なんかそうやってさ、近くにさ、うん、趣味の友達が一緒にいてさ、うんうん、まあ、ダイアログつながりだけど、そうやってさ、うん、こう温泉とかお出かけにも一緒に行けてさ、ね、めっちゃ素敵じゃん。で素敵、ね、東京とかにさライブ行く時とかも一緒にね、うんうん、行ったりできるわけやん、ね、心強いね、うん、これは素敵です ね、 ね、温泉うちらも好きだよね。大好き、サウナ行きたい ね、 ね、そうサウナも好きだし、温泉も私も結構銭湯が好きなんで、銭湯系のサウナに行くのが多いんで、うんうんうん、温泉が好きなんですけど、最近私すごい自分で思ったのが、うんうん、電気風呂ってわかる？電気風呂わかるよ。電気風呂私めっちゃ好きなの。え、マジで？そうなの。なんか痛くない？痛いんだけど、私結構痛みに強いから、うん、なんかね気持ちいいし、なんか電気ってさ、うん、こう腰痛の治療とかにも使ったりするじゃないですか、電気流したり、うんうん、なんかその感じでなんかライブとかリハで疲れた後とかに行くとなんか効いてる感じがして。なるほどね。この間もね、そう、あの宮本ゆめちゃんって友達とね、うん、行った時も私本当ずーっとお風呂何個かあるんだけど、うんうん、ずーっと電気風呂にいたからちょっと惹かれてたもん、なんかずーっと電気風呂にいたんだ。ずっと電気風呂にいたの。へー、そう、温泉によってはね、そう電気風呂があったりさ、うんうん、炭酸泉、なんか炭酸の、そうだね、あれもすごい好きだし、いいね、いいですよね。いや鹿児島の温泉めっちゃ行ってみたいね。鹿児島行ったことないもんね、ダイアログ。そうね、九州は本当にそれこそだから温泉とかサウナ施設とか有名なところが結構あるんで、うんうん、めちゃくちゃ行きたいんですよ。サウナ旅に行きたい、羨ましいです、シンタさんたちが、うん、ね、素敵な活動報告ありがとうございます。ございます。はい、続きましてログッコネームダンボールペンギンさんからいただきました。ございます。こちらログッコ自炊部です。平日は基本的に自炊しています。最近では焼きそばやハンバーグ、肉じゃがなどを作りました。ちなみに自炊をして浮いたお金はしっかり推し活で消費しています、とのことです。素敵ですね。ありがとうございます。素敵、いいね、うん、男性の方かな。男性の方ですかね。料理男子はモテるよ。いいよ。しかも肉じゃがとかもう、ね、ハンバーグもすごくない？うん。ハンバーグそんなポポってできるもんじゃないからさ。ね、結構えらい、ちゃんとね、すごいえらい、うん、自炊。でもそっか、夜間は実家だから自炊とかしないか。しない。いや私もなんか一時期はあのね、コラマイの方で自炊のコーナーがあったから頑張ったんですけど、うんうん、最近やってないな。うん。やりたい気持ちは山々なんですけど、
やっぱりね、こうリハの後とかさ、仕事の後疲れた時に仕事ね、なんか疲れ、仕事の疲れを引きずったままさ、うん、なんかこの後料理するのかみたいな、片付けするのかみたいな気持ちになりたくないじゃない。まあね、草野さんはどうですか？しますからね。え、します？裏切りやん。え、なんかして、裏切りやん。草野さんはしてストレスを発散してるらしい、うん、いいですね。いや、料理男子は本当にいいと思います。いいと思います、はあ、見習ってやらなきゃな、ね、はい。お、次はね、ログッコネーム春巻さんからです。はい、どうも、自炊しない部です。嘘でしょ、対抗か。今は美味しいインスタント食品、冷凍食品があるんで自炊する必要がないんですよね。もちろん野菜も食べています。トマトやキュウリは洗って塩つけてそのまま食べればいいですし、ただ僕も自炊やろうと思えばできるんです。能力を秘めたまま使わないのもかっこいいかなってだそうです。ほう、なんか味方が現れた。現れてくれちゃったけど、なんか天使と悪魔みたいな感じで ね、 ね、そう、実際私あんまりインスタント言うてね使わないんだが、うんうん、なんか冷凍スパゲッティとか、 あ、うんうん、あれめっちゃ便利、最近知ったけど。へー、だってほんとさ、冷凍したやつをもうそのまんまチンしちゃえば、うん、普通に美味しいパスタが食べられるし、あとあの餃子も私すごいさ、もう初めてやった時感動したんだけど、あれもさ、ほんと油とか敷かないで、うん、ただ焼くだけで、え、なんかちゃんと油敷かないんだ。油敷かないの。へー、ほんと出してポポポって固まってるやつやって、うん、そしたらちゃんと羽もね作れるし、すごい、あれほんと初めてやった時感動したもん。すごい進化してるんですね。そうだし、まあね、今ウーバーイーツとかテイクアウトできるところも結構あったりするから、まあね、私は割とそっちに頼っちゃうけど、まあいや、でも野菜ね食べてて偉いですね。偉、うんうん、いね。そう、生の野菜食べてて偉いと思いますよ。まあでも自炊をすると浮いたお金で推し活ができるっていう魅力はあるんだよ ね、 だね。でも自炊お金浮きます。私なんか自炊しても結局食材をなんかこうね、下手になんか安いの買って失敗しても嫌なんで、なんかちゃんと買ったりとか、うんうん、具材をこう多くしたりとか、うんうん、彩りみたいに考えたらなんか全然安くならないんですけど、じゃあこの人はうまいってことだね。ちゃんとそう、ちゃんと考えてやってるんだと思う、うん、偉いわ。偉い、ね、まあじゃあ春巻さんもね、能力を秘めてるだけってことなんで、うん、いつかはきっと自炊するんでしょうよ。そうね、解放する日が来るでしょう、はい、解放したら教えてください。はい、はい、というわけで皆さん、いろいろな活動報告ありがとうございました。以上、ログッコ部活動レポでした。ここでダイアローグからのお知らせです。まずは CD 情報です。ダイアローグの3枚目のアルバム、ダイアローグ3が好評発売中です。初回限定版には4曲の新曲 MV と「ふつつかアイラブユー」のメイキング、6ギグからセレクションライブ映像も収録しています。キャニメ限定版には初回限定版の特典に加え、アルバム全楽曲のインストゥルメンタル CD とダイアローグボックスサライブボリューム2のセレクション映像、流星群の向こうでの楽曲制作ドキュメントを収録しております。続いてライブ情報です。ダイアローグのサードアルバムを引っ提げたライブ、ダイアローグ3を2024年12月29日日曜日に東京ドームシティホールにて開催することが決定しました。1月7日のパシフィコ横浜公演から全速力で駆け抜けてきた2024年の締めくくりとなるライブです。チーム D 会員先行の申し込みは10月14日月曜日までです。FC 限定 B2 タペストリー付きプレミアムチケットもありますので、この機会をお見逃しなく。さらに12月21日ダイアローグルームの第4弾がロフト9渋谷にて開催決定です。ダイアローグのメンバーが2人1組になり、私がやりたいことをテーマに3部構成、約3時間の大ボリュームイベントとなります。 MC は総合プロデューサーの田淵智也さんです。第4弾の出演メンバーは森谷京香と高村彩香です。今
回の構成は第1部テレビアニメコブラツイストされていたはずの俺が異世界に転生して敵国を壊滅に追い込むまでの3カウントのラジオ、最終回直前公開収録、第2部綾香クリスティの二次創作朗読会、第3部森谷京香&高村彩香コラボトークとなっております。現在在庫で配信チケットが販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。そしてダイアローグ初スタンディングでのライブハウスツアーチャンバワンバジャーニーの開催が決定しております。10月13日、もうすぐでございます、ブルーライブ広島、10月27日仙台ギグス、11月17日 KTZEP 横浜の3公演です。仙台広島は初上陸です。また各会場はアフターイベントも開催します。広島宮城公演は4人ずつに分かれて遠征記念アフタートーク、そして神奈川公演は歌に全力のバンドライブをお届け。現在 E プラスチケットピア、ローソンチケットでの一般販売を行っております。広島公演はついに今週末、ぜひダイアローグと一緒にジャーニーしましょう。さらにさらに、これまでダイアローグもお世話になってきた振付師の沢口かなみ先生の教え子ただ見たい人など、さまざまなジャンルからお声掛けして行う沢口かなみ主催イベント、それはそれでいいねが2024年11月29日山のホールにて開催されることが決定しました。そしてこちらに私たちダイアローグも出演いたします。現在チケット選考を実施中ですので、チェックしてみてください。最後にファンクラブ情報です。ダイアローグのオフィシャルファンクラブアプリチーム D は会員登録受付中です。チケットの先行申し込みなどはもちろん、メンバーとスタッフでお送りするブログや限定生配信など、ここでしか見られないコンテンツが盛りだくさんです。入会お待ちしております。以上ダイアローグからのお知らせでした。お送りしてきましたダイアローグラジローグ、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます。各コーナーまでぜひご投稿よろしくお願いします。また温泉プレミアムサポーターの方はこの後収録する限定パートまで聞くことができますので、ぜひご登録よろしくお願いします。では次回の担当パーソナリティを発表します。はい、次回は尾形優奈、宮原さつきの2人です。うん、配信は2週間後10月23日水曜日です。はい、というわけでサッピの誕生日会なのかな、はい、これはもう、うん、時期的に、うん、何もらえるんだろうねサッピ。去年はねお肉、うん、量り売り、うん、みたいなお肉をもらったらしいですが、今年はサッピ何喜んでもらえるんですかね。スタッフさんが考えてましたよ。楽しみですね。楽しみですね。はい、ということで46回終わりましたが、やばいね、あともう数日で広島公演だなんて。本当に早いわ。週末には広島にいるわけですけれども、まあね、これを皮切りに次仙台横浜と、はい、なんか意外とあっという間に終わっちゃう気がするな。うん、私もなんか10月23日でしょ次の週が。そうだね、もう早い、うん、なんか終わっちゃうね、隔週って早いよね。ね、もう月に何2回とかだからさ、うんうん、本当に1ヶ月がすぐね、ログログを楽しみに待っていたら時が過ぎてしまうわけよね。もう今年も終わっちゃうよ。どうしたのね、まだ早いけど、でもわかる。もうなんかね、そうライブの予定とかもめっちゃあるからさ、そう多分あっという間に本当に年末が来てね、なんかこういつもの特に別に焦る必要はないのになぜかどうしようどうしようみたいな、もう2024年終わっちゃうよ、やり残したことはみたいな、特に多分ないのになんか思うんだよ。そう私あれめっちゃ苦手なんだよね、あの時期。わかる、なんか謎に焦らされる。なんかうわー今年何もできなかったとか言って割と何かしてたみたいな ね。でも今年はうちら29日にね、うん、ライブあるから12月ね、なんかいつもとちょっとまた違った感じで、さすがに29日ライブしたらやり残、うんうんうん、まだやり残したことみたいにないんじゃないかなって思ってるけど、わかりません。ちょっととりあえずまずはジャーニーを頑張ります。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。それではそろそろお時間です。お相手は日枝ねねと高村彩香でした。バイバーイ。